自殺者数でございますが、12月末累計の方でございますが、昨年よりも18人減少の297人というふうになっております。この減少は4年連続の減少でなっております。本件の特徴といたしまして、下の方に来まして年齢別なんですが、65歳以上のいわゆる高齢者、これが65歳から80歳代まで133人となっておりまして、この数字は前年と変わりませんが、全体の 45% ということで、やはり高齢者の割合が高いというふうになっています。もうちょっとこう深いところで分析しながら、それについてどう対応するか。今、紙おむつはいっぱいあるけど、ああいうものがある程度ね、我慢しなくても、ある程度使えればね、それだけでも精神的に、負担が軽くなる。